スケールボール。でもここっては言いづらいから先行なんだな。オリってことでデュエル。デュエル。たらテラスタートです。オリ強い。で、多分ヤコピーから勝って場所を落としているでしょ。オリで、品質以上で効果トークンの効果破壊しバリン始まで蒼天魔法サーチ蒼天将来蒼天将来で OK ハンドキックダッ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 で、よっ You go フェイスと蒼天カード2枚で OK 今後今後でで、蒼天2枚でうん、これで耐性も適用されるだろうな、うん、難しいよね、ここはね言うてもエクストラからの展開妨害を俺はくぐり抜けなければいけませんで、半分前でこれだけ並べるんだろうな、まあそうだね、普通にカテゴリーの動きとしてしかも墓地には回帰これからに期待できるだな、ほんとな頼むでターンもらいます、うん、どうフェイスどう君くんスタンバイメインフェイス、うん、ペンデュラムスケールにサーバントオブエンディミオンを発動おもう一方のスケールに創世魔導王エンディミオンを発動魔法を発動したことによりめんどくさいぜ魔力カウンターが見えるカウンターだ乗るぞナリキンゴブリン発動センライフをあげようね、うん、そしてワンドローそして二魔力統括を発動うんドロデッキからエンディミオンカードをサーチその後フィールド墓地の魔力統括の数だけフィールドカードに魔力カウンターをギャー置くことができる。ミッターもすっかり無理してる。今はこの打った統括1枚なんで、まあエンディングを置くか。でその後魔法カード発動した統括の発動したためまあ33ということですね。そして3個乗ったサーバント MN サーバントオブエンディングの効果と、うん、このカードに乗ったカウンター3つ取り除いてデッキから。魔力カウンターを乗せることができる攻撃力1000以上のモンスターと一緒に特殊召喚して1個ずつ魔力カウンターを乗せるめんどくさすぎるよエンディミオンくん効果がめんどくさすぎるよあ一応取っとくかでサーファント M エンディミオンくんは魔力カウンターが乗ってるとダイレクトアタックできるのでバトルフェーズに入りたいと思いますパンチ900通りますかそれでこれでねほぼゴブリン分をチャラにしたということですねで魔法都市エンディミオンを発動、うん、愚かな服装を発動、うん、デッキから魔法トラップカード1枚を墓地に昔のエンディミオンストラック3つで組んだやつもサイコロだけジャラジャラ思ってた超カバーカーニバルを墓地に送ります、うん、で、マジックアブソーバーの効果でこのカードに乗った、カウンターを取り除く3つ取り除くことで、墓地から速攻魔法を1枚選んでフィールドにセットすることができるので超カバーカーニバルをセット、うん、カードを1枚セットしてターンを終了ドローオンラインメニューいいよハーピーの羽子ハーピーかーそれヤバ太郎だけどねトップ解決になってしまうのかチェーンで、うん、ハイレートドロー、うん、
チェーンで超過バカアニマル。てかこれまあいいか。でチェーンがないですか。ないね。じゃあ処理カバーカーニバルから。やばいねー、ハーピーかー。まあでもどっちもフリチェだからね、そんなに被害はないが、そんな実質2枚か。ただメインフェーズに打たされたのはまあまあやばいよね。とね、ディスカバーヒップを特殊召喚してその後可能な限り、あ、トークン対決だね。カバートークンを特殊召喚して、このターンカバートークン以外のモンスターには殴れませんよとなった。さらにハイレートドローは自分フィールドのモンスターを2体ごとに1枚ドローするように破壊するというカード、うん、ハイレートドローもデッキなんだよね、このデッキ。なるほど。なので、で2体いたからギリギリ打てたんだよね。で増えたんでカバーカになるで、じゃあ、4体破壊してカバートークン以外のモンスターに殴れないだから、トークン2体とマジックアブソーバーとエンディミオン、うん、を破壊して2枚ドロー。ただエンディミオンは破壊の代わりに魔力カウントを取り除くことができるぞ。わかった。そして2枚ドロー。その後魔力カウンではモンスターゾーンで破壊されたサーバントエドエンディミオンの効果、うん、このカードをフィールドにセットし持っていた分のカウンターを置く。いやー急に心細い盤面になっちゃった。急に心細い盤面になっちまったよ。置かれてるカードを破壊された場合、そのカードに置かれていた魔力カウンターの数だけこのカードに魔力カウンターを置くだから、置けた置けた、置けるわ。こうやってなんと相手ターンを耐え忍ぶデッキだからね。ハイレートドローでディスカバーヒッポのカバートークン破壊してドローしつつ守るっていうデッキなんだけど、これバトルフェーズ中にやりたかった。ちょっとメインフェーズ中に打たされるとね、ちょっと不都合がございまして。エンドだな。バトルフェーズ入ってみない。バトルフェーズ入ってみませんか。殴れないのになぜ。ですよね。じゃあメインフェーズ1終了時、はい、ハイレッドドローン効果。ビルドモンスター1体破壊して、このカードセット。うん、でこれで殴られるようになっちゃうんだよな。これをメインフェーズ2でやりたいんだよ。バトルフェーズに打ってメインフェーズ2でこの動きやれば相手結局殴れないじまいなんだけど、バンで打たされるとこうなるんだよ。そう、処理後ですね。処理後壁マジシャンオブブラックイリュージョンは相手ターンに魔法トラップの効果を発動した時に手札から特殊することができる。なるほど、うん、あ、違う、カバートークン以外殴れねえんだから。ああ、そういう、このコンボ強っ。今気づいたのかよ。今メインフェーズ発動されても攻撃できない。なるほど、え、こっちなじ。そうじゃん、カバートークンしか殴れねえんだよこのターン。初出し光栄だ。やったぜ、こんな相性があったんだな。カードの道ターンエンドだね。え、強っ。じゃあドロー捉えます。うわあ、お前そんなドローが、サーチをしていくカードをドローしていく。スタンバイ、うん、メインフェーズに入って、うわっ、ナリキンゴブリン、うん、さっき直接攻撃したのは何だったのか。1枚だろう。うーん、なるほど。そしてその後カウンターがヒマイオスのマナコアツを、手札フィールドのブラックマジシャン1体を墓地を送ることで、それを素材に使った融合体1体を融合召喚することができる。カードだ。現れ入れよ超魔導士ブラックマジシャンズ。じゃ今後を突破できなくてくさ。ただまだこう発動したことによってカウンターが伸びというのが重要でございます。で3つ乗ったサーバントオブエンディミオンの効果を発動、マジックアブソーバーを特殊召喚してカウンターを一つずつ乗せてます。その後、魔法トラップの効果が発動したことによるブラックマジシャンズの効果が発動。デッキから1枚です。うん、なるほど。じゃあマジックアブソーバーの効果をとエンディミオンの肩代わり効果を使って発動。こっちから速攻魔法をセットするので超カバーカーニバルをセット。
これでね、ハイレッドドローとカバーガニマルまた揃ったので、次のターンも攻撃をシャットダウンさせていただきます。じゃあ、バトルフェーズに入ります。サーバントエンディミオンのダイレクトアタック。ブラックマジシャンズで外遊を攻撃。メインフェーズ2からカード1枚セットしてターン終了。じゃあなターン。おろ。あとでバトルフェーズ。じゃあスタートステップ。とりあえず超カバーカーニバルを発動。除外以外の領域からディスカバーヒップを出して。トークンを特殊しまった。マジシャンズここに出しておけばトークンを抱かせてたのにアホくさいことしとるわい、ね、はい、さらにハイレートドロー処理後ハイレートドローを発動。この4体ですな、ね、破壊して、じゃあ2ドロー。で、それぞれ1個ずつ持っていたのでエンディミオンにカウンターが5個になって、で、破壊されたサーバント M エンディミオンと、マホトラップの効果が発動したことによるブラックマジシャンズの効果、1、2、じゃあ2の処理で、ブラックマジシャンズの効果でワンダロー、ハイレートドロー除外ですね。バトルフェーズ中の出来事。やばい、カバートークンしかない。あ、このまま頼めばダメ。OK、 私のターン、ドロー。続々と引いていくな。このビートダウンで勝てちゃう説あるのかな。全く防御符はないからね。ビートダウンで勝てちゃう説がちょっと濃厚だな。いっちまうか。クリティウスの牙発動。フィールドか手札のトラップカード1枚を墓地に送る。破壊輪廻は、魔法トラップゾーンに、そう、存在する限り破壊輪として扱うので、このカードと一緒に墓地を送ることで融合召喚現れろデストロイドラゴン。注意、このモンスター旧破壊輪を内蔵しているそうだぜ。早速デストロイドラゴンの効果を発動。一旦相手フィールドのカード1枚を対象として破壊する。モンスターじゃなくてもいい、モンスターだったら攻撃力分のバーンダメージだぜ。対象はコンゴ。耐性持たせとけばよかった。ただモンスター効果だから自力の耐性は無理そうだから、あの破壊、ああそうだね、外運動3000バー、一応潰していい感じでしたか。OK。 でクリティウスの牙発動した時にブラックマジシャンズの効果でワンドロー。なるほどね。で、クリティウスの牙を発動したことによって魔法マルカンターが持って、これビートダウンで勝っちゃうパターンだな。うん、あと1枚で終わりだね。サーバント M エンディミオン引いちゃったわ。あ、サーバントじゃないわ、創世魔導エンディミオン引いちゃったので発動して 1と持って、で、エンディミオンの効果、フィールドの魔法マルカンターを6個取り除いて得点。で、その後自分フィールドの魔力カウンターを置くことができるカードの数までフィールドのカードを選んで破壊し、破壊した数だけこのカードに魔力カウンターを置くというインチキ効果。なので、1枚破壊。やばい。で、1個持った。足りてるー。じゃあねー。バトルフェイズ !2800! やばい。2800! やばい。あー、なんかビートダウンで勝っちゃったこれ、まあ、わかった。もう見えちゃったと思うけど、クリティウスの牙、ヘルモスの爪、ティマイオスのマナコを使って、なるほど、レジェンド・オブ・ハートを打って最終的に
合神竜ティマイオスを出すというデッキこれをハイレートドローとカバーカーニバルの攻撃抑制コンボでドローと防御を同時に行いつつ、この辺の通常魔法サーチできないんですけど、こいつが戦闘で魔力カンタが乗ったエンディミオンが戦闘でやられると通常魔法何でもサーチできるんで、このエンディミオンの動きでこれも破壊されればハイレートドローで一生モンスターゾーンとここを行き来行き来して、墓地のカバーカニバルを拾ってくれるこのマジックアブソーバーをできたらリクルートし続けられる。でハイレートドローも自力で復帰する効果があるから、そうやって耐えつつサーチしつつドローしつつで最終的にこのティマイオスの降臨を目指すという一気に図書館エクソの最新版かと思ったもう、ロマンあふれるデッキだったけど、ちょっとビートダウンが強い手札だった。めっちゃいい手札だったね今回。かなりいい手札だった。